はい、こんにちは。はい、ということで、はい、そういえばね、このチャンネルに挨拶はありません。はい、こんにちはだけです。はい、ということでね、今回はタイトルとサムネにあります通り、僕のスニーカーを紹介していきたいと思います。はい、まあ昨日ね言ってたんですけど、早速何撮ろうかなと思って、まあ一番ちょっと今日時間もなかったんで、簡単なものを撮りたくて、僕がここ最近ね履いてるスニーカーを紹介したいと思います。でまあ、昨日も言った通り、本当にファッションとか靴に全然興味がなくて、もう本当にわけわかんないとこ、でも興味がないんじゃなくて、普通に何だろう、そう調べたりはしないけど、なんとなく買ったりするんですよ。だからこう有名どことかも全然知らないし、名前ももちろん知らなくて、みんなにその靴何ってよく言われんすよ。服とかもそう、無地とか着てるのも多いしということで、今回はね、まあ僕のお気に入りの3足、最近履いてる3足を紹介するんですけど、これはね多分結構有名だと思います。はい、ということで、ベスト3、はい、3番目、一番この中ではまだ履いてない方の靴を紹介します。はい、こちらです。これ多分知ってんじゃない、みんな。これはね有名ですね。てか今日紹介するの全部有名なんだね。これエアマックス90、95、わかんないけど、これは実はナイキのエアマックスデーって3月26日かな、はい、その時にいただきました。はい、すごい気に入ってます。まあ、僕白黒グレーがね、好きで本当に絶妙なカラーでした。だから結構黒い服装とか真っ黒とか、全身ネイビーとかすごい多いんですけど、そういう時にね、持ってこいの靴です。はい、サイズは 26.5 入ってます。僕めっちゃ足ちっちゃくて、スニーカーは6か、あ、スニーカーじゃない、バッシュが6か 6.5 なんですよ。で、スニーカーをね、ちょっと大きめ余裕持って27にするんですけど、27って日本で人気なのかな？確か。はい、で、確か人気だと思うんですけど、全然サイズがなくて、僕が買いに行くとき、まあ、いつもないのかな。で、なんだかんだね、6.5 になっちゃいますね。確かに 6.5 が入るんだけど、ちょっと余裕が欲しいよね、スニーカーとかと。バッシュとかだと本当に俺はもうジャストサイズも超ぎゅうぎゅうに縛ってた方がいいんで、はい、スニーカー 6.5 履いてます。はい、次2つ目、こちらです。はい、これも超有名ですね。これはエアフォースワンです。まあこんぐらいだったら分かるですね、僕も。白い、とても。で、実はここのこれ真っ白に見えるじゃないですか。ただこのグレーのスウィッシュですよね。はい、この部分だけグレーになってて、まあ、この真っ白を履いてる人がめちゃくちゃ多くて、で俺嫌だなと思って、こうエアフォースワンじゃんみたいなこう言われた時に、いや俺もちょっと違うからみたいな結構言いたくなってね、はい、これを選びました。でもすごい気に入ってて、こう本当にこう、あ、みんなと同じの履いてるってこう見えつつ、あれちゃんと見たらめっちゃかっけえじゃんって結構言われるんですよ。めっちゃいいねみたいな。はい、これいくらぐらいだろう確か1万8000とかそんぐらいだと思います。はい、こっちも 26.5 っすね。これは多分超人気だったから、そうサイズがなかったんですよ。うん、多分ね足の匂いはね全然無臭だと思います。これあんま履かないんだよね。なんか白だから超晴れてて、夜も雨が降らないって時しか履いてなくて、で意外とこう黒ずんだりしてるとこがねあるんですけど、めっちゃ綺麗な方だと思います。多分これ買ったの半年前、3、4ヶ月ぐらい前なんですけど、まあ、全然履いてないつもある、そう、たまにしか履かないつもあるんですけど、そうしっかり手入れをね意外としてました。この靴買う時にスプレーをね買って、スプレー振ってすごいんですよ。なんかスプレーがあって、それ振るともう例えばここに黒靴みができて、それ振るとスッて落ちてくるんですよ。まず完璧じゃないけど、そこで拭き取るとね結構良くなって、こう多少の黒ずみしか残んなくなります。はい、超気に入ってます。僕は僕の格好にね、まあめちゃめちゃ合うというか、はい、おすすめです。ちなみに僕ね靴買う時ネットはないかな。そう、俺待つのが嫌いなんですよ、注文してから。でなんかこう何週間とか待たされるものって、こう買いに行った時にじゃあいいやってなっちゃうの。でもどんなものでも待たないといけないものとかあるんですけど、それすらも我慢できなくて、すごいそこには困ってますね。
一日一日をこう自分で過ごすんですけど、次の日の予定って次の日になったら立てたいタイプで、そういきなりご飯の誘いもするし遊びの誘いもするし、もういきなりでも行けちゃうんですよね。じゃあ今日仙台帰ろうみたいな、そういうこともできちゃうから、そう結構変わってて、だからこう届くのが待てないんで、いつも実物を見に行きたいんじゃなくて、ただ届くのが待てない、その場でゲットしたやつがあって、はい、ちゃんとお店に行ってます、はい、だからナイキのさ、みんな結構抽選ジョーダンとかそういうのを、まあ、選ぶやってる人をストーリーとかでよく見るんですけど、俺そういうの考えられないというか、そう超欲しかったらね、もしかしたらネットで頼むかもしれないけど、もう久しくネットでね注文とかしないですね。はい、でいつも僕はキックスラボっていう原宿にあるお店なんですけど、そこで買わせてもらってます。はい、買わせてもらってるやつか、まあ、自分で買って行ってるだけなんですけど、はい、めちゃくちゃいいっすね。なんか日本にないものとかもすごい多くて、これも分かんないな、確かなんかそんな感じのこと言われてない気がしますけど、そうたくさんね、もう本当に行けば分かります。東京来て俺もしそこを知ってたらね、一回行ったら絶対東京来るたびにそこに行っちゃうんで、キックスラボ皆さん調べてみてください。はい、超おすすめです。めちゃくちゃ雰囲気もイケてて、ぜひ原宿の裏にあるんで、はい、ということで第1位を発表します。第1位はこちらです。はい、あ、なんかこう自分のね、こう今見るとこっちは結構汚れてるんですよ。でこう今こうやって画面に見せるとちょっと綺麗だなと思って、いいなと思った、改めて。はい、こんな感じです。汚れてる？どうだろう、みんなから見て。俺の中では、まあ、汚れてるですね。これ超履いてて、まあ、白すぎず黒すぎずちょうどよくて、この上黒で下白っつの俺超好きなんですよ。でね、いつも買うのにこうなんか自分の中でさ、シーズンがあるじゃん、スニーカーを履くシーズンで、こう何足かを履き回す時に絶対こう白黒って絶対あるんですよ。はい、これはね、もう本当に気に入ってて、どんぐらい、半年以上、スニーカーってどんぐらい履くもんなんだろうね。そもそも皆さんはどんぐらい履いてますか？履く人だとやっぱ本当に綺麗に保ってればいいのか、別に。で自分とかは本当に雨とか関係なくずっと履きたくなっちゃうタイプなんですよね。これ超気に入ってて、だからこう周りにね、すごいスニーカーヘッズっつうの、スニーカー好きな方が多いんですけど、なんで下ろせるのみたいな感じでよく言われます。はい、なんかこう買ってすぐとかにね、俺はただ履きたいから買ってるし、もちろん自分の中でかっこいいと思って履いてます。はい、ちなみにこちらもキックスラボさんで買いました。はい、え、マジで良くないですか、これ超かっこいいと思うんだけど。上黒、まあナイキが白で、あとここがなんかちょっとグレーチックの、なんかなんつうんだろうこれ、まあでも布生地なのかなこれは。で下は白で、まあエア、これエアマックスか、これエアマックスか、そうそうだね、これ見て思った。はい、そうこういう感じで本当に全然興味なくて、そうエアマックスデーの時になんか自分も乗せてと思ってたんですよ。でこれたまたまいただいたんでね、このエアマックスデーの時にこちらの乗せれたんですよね。そうで洋服考えたらこれもねエアマックスだったことにね、ついこの間気づいて、そうそんぐらいね本当にどうでもいいというか、見てかっこいいと思ったものを買うようにしてます。はい、そうガムソールでねめっちゃイケてると思う。え、どうですか、これね、これ真似してくれる人がいたら超嬉しい。確かねこれも18ぐらいだったと思います。はい、まあ、詳しくわかんないんですけど、確かねキックスラボさんってネットもあると思うんですよ。なんで皆さん、まあ詳しい方とかはね自分のサイズわかると思うんで、なんか履いてほしい、本当になんか分かってほしい。なんかスニーカーがさ好きな人ってさ、自分の中でこれがかっこいい、このジョーダンはやばい、ジョーダンなんぼやばいってこう分かってるんだけど、それを超えてよく見るとそれかっけえじゃんってこうなってほしいというか、そう、まあでもすごい難しいと思うんですけど、とりあえずね僕はもうこれ超気に入ってて、毎日週5でこれは履いてると思います。はい、でまあ言うてね、自分の中で本当にまだまだ靴とかも何も知らないんで、まあ、皆さんはどうっすかね、詳しい人もいると思うんでね、僕がこういうの履いてますとか、これマジかっこいいっすよみたいなあったら、ぜひコメントとか、僕の DM に送りつけてください。はい、多分まあなかなか食らわないと思います。はい、そんぐらいこう自分の中でこだわりというか、ちょっとねこう見た時のね、なんか食らうものがねいつも強い、食らうのが強いものを買うようにしてるんで、
多分僕を食らわせるのは無理だと思いますけど、皆さんのおすすめの靴などありましたら紹介してください。はい、でこれ以外にもね、僕はポジット、そうポジット一時期めっちゃ好きで、ポジットの2足と、あとまあなんだろう、 PG2 だっけ、あの PG3 か、 NASA のやつとか、あれ外でたまに超たまに履いたりするんですけど、あとね隠れキャラがねなかなかあるんで、まあ、好評だったら第2弾もやっていきたいと思います。はい、ということで、今回ね僕が紹介する靴はこちらでした。ほんで皆さん、まあ、気になったら買ってください。はい、これサムネかな。はい、いや超おすすめですこの靴全部。はい、まあ何かあったらまた言ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。